やり方がちょっと古かったりとかするケースが多いですよね、皆さん。ある意味情弱なんですけど、情弱の人って僕の言うこととかやっぱ信じないんですよね。それもなぜか分かんないんですけど、山本太郎さんとかのことも信じちゃうんですよ。なぜかね、なぜなんだろうなって僕不思議でしょうがないんですけど。まともに努力すれば成功できるみたいな話っていうのを信じると都合悪いから信じないんじゃないですか、彼らは。その新自由主義、一番最初にやったイギリスのサッチャー首相の言葉で、はい、金持ちを貧乏人にしても貧乏人が金持ちになるわけじゃないよね、はい、っていう話、すごく簡単な論理なんだけど、はい、これ分かんないじゃないですか、はい、例えば山本太郎さんとか分かってないわけですよ。山本太郎って言ってたけど、そんな嫌いなの？嫌いじゃないですよ。何回も言ってるじゃないですか。一応、イデオロギーと人格は別なんで。はい、あ、人格は OK。人格は全然別にいいやつだと思います。あ、でも、イデオロギーはちょっと良くないみたいな。イデオロギーは良くないです、ね。消費税のとこ。消費税じゃなくて、例えば原発反対とか。いや、別にそんな民主主義とか関係ないですから、ね。だってほら、原発は技術論じゃなくて、単純に感情論じゃないですか。見えないものなんとなく気持ち悪いとか、コロナウイルスは怖いけど、インフルエンザワクチンを打ちたくないとか。だからその科学的に正しくても感情的には正しくないことっていっぱいあるじゃないですか。そうだね。だからそれに関して僕は山本太郎が良くないと思ってるのは、感情論の方をコントロールして、というかまあ感情論を実現させようとしてる、感情論で訴えかけて支持を集めようとしてるとか良くないってことですか。そう、感情で動くんだけど、やっぱ感情で動くと科学的に正しくないことをしてしまうじゃないですか。それは良くないと僕は思ってるので、別に感情で動くことが悪いと言ってるのではなく、感情で動いて明らかに社会とか人類全体にとって悪いことが起きるのに、それを良しとしてる、あるいはそれを利用する行為は良くないなと思って、仕方ないっていうふうにして諦めても別にいいんだけど、僕は諦めたかな。僕は感情論にモネる政治家はガヤミであると言っているので、彼が首相になるのは嫌だと思って、それは妨害したいので、別に山本太郎が嫌いだから妨害したいわけではないです。僕はあの基本的に批判はぜぜひひと言って、一つ一つの問題に対して社会全体にとって良くないなとか、そういうふうに思ったことに対して僕は批判をしているので、どんなに仲がいい人でも批判すべきところがあったら批判します。本当にぜぜひひと言って、その人のまあ人格とかそういったものは別として、その人がやってること、その人が発言したことが社会全体にとって良くないなって思ったことがあったら、友達だろうがなんだろうが容赦なく批判をします。その政治的に問題発言を繰り返している山本太郎さんとかは、もう別にその個人的には全く遺恨もないし恨みもないし、人格的には面白いやつだと僕は思ってるし、実際に会ってその政治的な話を抜きにして話はすごくにこやかできるというふうに僕は思って、僕はあの批判をしてますけれども、批判をした対象の人たちに恨みを抱いてることは一切ないので、この辺あの皆さんぜひ分かってください。別に悪く言うつもりは全くないんですけど、山本太郎さんの悪口言った時だけ1ヶ月ぐらいずっと粘着されますよ。太郎ね、なんかあの力は半端じゃなくて、もう絶対言及しないって決めた。令和の悪口言うと永遠に認定されて絡まれる。すごい。だから令和がどうとかじゃないですけど、やっぱその左の人たちすごいですよね。いや本当そうだよね。怖い、恐ろしい。別に左が悪いか分かんないですけど、人はなんで左に行くんですかね。あれはちょっと俺も分かんないところがある、ね。水道橋博士とかでしょ。何なんだろうね。本当。あんま言うとまたこれが YouTube で切り抜きされてマジで攻撃されるの嫌だな。だけどさ、山本太郎が言ってることとかマジで全く破綻してますよね。もう一層山本太郎さんに政権握らせてめちゃくちゃにして、ほらこうでしょってやってほしいぐらいですよ。でもさ、それはさ、ソ連が実験したわけじゃない。そうよ、共産主義がいかにダメなのかもう証明されたわけじゃん。歴史が何回も証明してんのに。でも分かんだよな気持ちは。僕も多分就職失敗して今友達もあんまいなくて何も稼げなかったら、ホリエモンとか僕のことめちゃめちゃムカつきます。あ、そう、分かりますよ。僕はあのもう許せない。やっぱ山本太郎だろうって思いますよ。自分が失敗してるのはあいつらのせいで、努力が低いことを認めたくないんでしょ。一部の権力者とか成功者に見える人たちが、わかる。でね、俺はね、ちょっと言いたいことがあって、山本太郎は多分それを、あのね、山本太郎はね、利用してる。わかります。僕ね、本当にあの人賢いですよね。無邪気にやってないですよね。分かってやってますよね。分かってやって、僕もそう思ってます。あの非常にそこの空気感を
うまいことキャッチしてやってんなって思った。僕はあなたたちの味方ですよ。僕は弱者の味方ですよ。だから山本太郎もめくられるんじゃないの。でもぶっちゃけね、僕の見解ですけど、太郎さんの周りの方々はめくられても失望しない人たちです。マジか、そこまで洗脳されてんの。洗脳というか、それでもいいって思うし、それすらも陰謀だって思える方々でしょ。あー、なるほど、陰謀だって思うのか。いや、そうだと思いますよ。陰謀だって思うんだ。でもなんか危なくなってきて、そういう集団って共通敵が出ると団結しますからね。なるほどね。だから強いですよ。別に山本さんが何してようと、皆さんなんか言ったらもう負けないでしょ、そんなの。どうでもいいの、真実が見たいわけじゃないの。真実が見たいわけじゃないのか。なるほど、でもそういうことだよね。別に山本さんに限らず、だって別に宗教団体の幹部に何言われようと信者は団結するじゃないですか。確かに。むしろ盛り上がるんですよ。朝原証拠とかね、こうマスコミが洗脳しようとしてる。令和さんがそうだとは言いませんけど、多分そういう風になりますよね。だからガーシー法が効かないんじゃないですか、彼らには。確かに。どうでもいいっていう。ガーシー法効かない説は、全然スルーですよ。むしろ固まる。あんな人そもそも詐欺してドバイ逃げてるのおかしいじゃないですか、ね、終わりです。俺もだからそういう人たちから、あなたは証券取引法違反で実刑判決を受けた犯罪者って言われる。そうですよ。そもそも犯罪者が言ってることなんて信じるのがおかしい。でもそうだ。実際僕なんかこう言うのもあれですけど、物事を一個一個是々非々で考えられる人は、別にゴーンが言ってようが、ホリエモンが言ってようが、井川さんが言ってようが、これは正しい、これは違うかなって考えられますけど、やっぱそうじゃない人は犯罪者が言ってることイコール間違いってなりますか。そうだね、その通りだ、うん、